11月28日、和崎町立岡田小学校で ANA ブルーアカデミー未来スクールが開かれました。これは子どもたちに仕事の魅力を感じてもらおうと、 ANA 全日空がおととしの10月から全国各地の学校で行っているもので、小学6年生の児童およそ80人が参加しました。この日行われた授業には、パイロットやキャビンアテンダントなど ANA で働いているそれぞれの分野のスペシャリストが来校。子どもたちは5つのグループに分かれ、さまざまな職業をプチ体験しました。頑張ります。グランドスタッフの体験教室では、入社2年目の若手女性スタッフから教えてもらいながら、実際に窓口の職員になりきって荷物の預かり方やお客様への案内方法などを学んでいました。お願いします。お預かりいたします。お預かりいたします。タグは、タグもつけました。つけた、預けた、慣れ荷物かいし、キャビンアテンダントでは緊急の時に使う服とかを着る練習とかをしたので、私が将来キャビンアテンダントになった時とかに役に立つなと思いました。パイロットの仕事を体験しました。どの高さによって、機内でのサービスができたりとか、トイレとかを使えるとか使えないとか、そういうのを初めて知ることができたので、とてもいい経験になったと思います。将来を描く5、6年生を対象に次世代育成を目的に実施しております。みんないろんな夢を持っているかと思うんですけども、夢に向かって努力すること、あとは夢を持つ大切さというものを伝えれたらいいなと思いました。プロのスタッフの技を目の当たりにして、働くことの魅力を知った子どもたち、自分のなりたい未来を思い描く良いきっかけになったのではないでしょうか。